てね、おしゃれな BGM で始まりました。ふつふつラジオ編集長のゼアです。今日はブログ、宮古島ブログっていうのを撮っていきたいなと思ってます。やっぱり動画っていうのは、つかみが大事だと思うので、モノマネやります。もしも、宮古島の観光大使に、自民党の麻生太郎がなったら、いきます。この度、宮古島の観光大使に就任しました。自民党の麻生太郎です。まあ今日からね、私がこの島の魅力ってのを伝えていきてえな、なんて思ってるんですけどね。ここ、宮古テレビですか？思ったよりチャッチースタジオですね。あ、カメラ回ってる。今のはカットで。まあ、宮古島の魅力ってのはいろいろありますが、やっぱりこのサトウキビ、1本400円ぐらいですか？あ、そんなにしない。またこういうことを言うと、朝日新聞かなんかに、麻生のやつは庶民感覚がねえなんて書かれちゃいますからね。まあここだけの話にしときましょう。まあ宮古島の魅力っていうのはやっぱあれですな。この島には周りに3つの離島がありまして、それぞれにでっけえ橋がかかってるんですよ。確かその島の名前が尖閣、竹島、択捉なんて言ったらね、外交問題かなんかに発展しちゃいますからね。まあギリギリ政府の冗談ですよ。政府だけに、うち与党ですから。あ、全然アウト。朝は希望を持って、まあこんなんでいいんじゃないでしょうか。まあ、まあまずルームツアーからやるか。うん。まず僕の部屋のこの最大の魅力、こちら。ドン。壁に酔っ払って誰か書いた丸。まあこのね、丸のね、丸にボール投げたりして、真ん中に当たったら嬉しい。外れたら嬉しくない。っていう丸でございます。まあで、これがね、まあレコーディングボックスですね。まあ自作です。これはね、ちょっと思い出がありましてね。このレコーディングボックスって結構お金かかったんですよ。この中にね、こう、なんていうのかな。吸音材みたいなのが入ってたって。これがね、1枚メイクマンで1万円ぐらいするんですけど、1、2、3、4、5、6。多分6枚使って6万円ぐらい。吸音材だけで中のね。で、これ、お金がないから、スロット行って、1万円勝つたびに1枚ずつ買おう。という風に決めて、ちなみに精を出してたわけなんですけどね、その昔。結果的に、3個作れるぐらい負けましたね。はい。なんでこういう感じで、まあいろいろありますよ、っていう感じです。はい。また今度やりますね。まあ部屋は、めちゃくちゃ汚い。うん。汚いというか、この世界が綺麗なだけだって、別に俺の部屋が汚いわけではない、ということですね。はい。誰がどう見ても玄関です。黒しか履かないんです、僕は。これがダンゴムシに見えたよ、なんていう人は、病院に行ってください。はい。でね、ここに予備のパンツなんか置いちゃったりしてね、宅配便の人が急に来たりした時に、さささっと、でね、宅配便の人にね、安心してください。履いてますよ。なんて、言っちゃったりして。青。青ちゃんが待ってます。俺のことを餌やりますんだとしか思ってません。これ危ない危ない。まあ、餌の量は、まあ適当です。はい、食べ。気に入ったら家の前がね、もう川みたいになっちゃうからね。昼ごはん。じゃがりこと、なんかパン。あ、車汚なと思った人。僕が汚いんじゃなくてあなたが綺麗なんです。この片付けをできる人とできない人っていると思うんですけど、僕は片付けができない人なんですよ。もう本当にできない。病的にできない。マジでできない。そういう人って結構いると思うんだけど、あれって片付けできない人がだらしなくていいんじゃなくて、片付けできる人がすごいんですよ。だから片付けできる人は片付けできない人を見て、うわ、だらしねえなんて思わず、片付けできる自分を見て、私ってなんて素晴らしい人間なんだって誇れ。そしてその片付けする能力を磨いて磨いて、家事代行サービスとかそういうね、会社とか作っちゃったらいいんじゃないですか。まあね、僕はね、車の中で本読んだりするんですけど、限られる時間の使い方、これはね結構お気に入りで、まあ、いわゆる啓発本ですね。あまり啓発本とか読まないんですけど、まあこういうなんていうんですかね、人生は4000週間しかありませんよみたいな、簡単に言えばね。だから限りある時間の使い方を、有効的な時間の使い方をしましょうみたいな本ですね。まあ、この本をこのパチンコピータイムの駐車場で読むことによって、己の自制心、まあ、啓発自制っていうのを最大限に発揮できるんじゃないのかなと思っています。はい、では読んでいきたいと思います。
世界は狂ってる。ついにリッター198円の世界になってしまいました、この宮古島。パンがなければケーキを食べればいいじゃないと言ったマリー・アントワネットでも、レギュラーが入れれないなら軽油を入れればいいじゃないなんて言えなくなってしまいそうな世界であります。何を言ってるのか自分でもさっぱりわかりません。ここで一つ、宮古島の由々しき問題は何でしょうか。まあいろいろあると思うんですけどね、僕はこのドラッグイレブン増えすぎ問題、宮古島は近年めちゃくちゃドラッグイレブンが増えてますね。いらないですね。これがセブンだったらいいですよね。セブンイレブンだったらね。でもドラッグイレブンとかができるのは別にあの大した問題じゃなくて、もっと根底にあるものはですね、これです。八平ご利用いただけます、八平ご利用いただけます問題。電子決済とかね、やっぱ最近の主流ですよね。まあ、これはね、いろいろあるんですけどね、なんとかペイ、なんとかペイっていうのは、やっぱりその、わかりやすくあるべきで、例えばファミリーマートだったらファミペイ、ああ、ファミペイってファミリーマートのペイなんだな、とか、au ペイだったら、ああ、au のペイなんだな、そういう決済サービスなんだな、とか、わかるじゃないですか。アマゾンペイとか。ハッペイ、ハッペイとは何ぞやと。これをかざすともしかして、ハッペイなんてなっちゃったりするんですかね。ペイペイがダメならハッペイを使えばいいじゃないなんてマリー・アントワネットも言ってしまう。